さあ、前回は2つ目の街である、このね、あんま特徴のないところがだいぶ発展していまして、税を取っていないので、人口成長がね、すごいと。で、まず家増やさないといけないんですけど、ここで畑で大麦をね、ある程度取って、それをね、軸に発展させようかなと。で、まずそのための家は作ったので、ここに大麦ですね。まあやっぱ2つ目の町はね、畑にするのが基本的にはいいので、よし、この感じで、もう完全に合わせましたね。で、9月ならもうできるね。1世帯も入ってないんで。1世帯だけ入れとこうかな。ここでこちらも増えてます。こちらちょっと税をね、軽くしたので、今回は成長するように進めていきたいなと。で、木こりないんでね、入れまして、ちょっと森林の復活をして、こことかね、木を切ってるんで、切れるようにしていきましょう。この辺かな。あんまこっち作る予定今んとこないし。で、狩りをバンバンしてもらって、まあ増やせそうですかね。で、こっち選択作ったとしても、今からね、畑をやろうとしてるように使えないので、まあ2つ目の政策を打とうかな。やってますね。これ最高にしよっか。まあ今抜けるとこもないし、この狩り抜けるんじゃない？そんくらいかな。まあ家作りをして、ちょっと増やすかな、まだ。よし。最初の町で続々と建築進んでまして、終わったからなんか入れようかな。川なめしを移転させよう。遠すぎるね。最初近いからここに置いただけなので、移転と。さあ、男爵との戦いも今回ね、まあ、前回なかったのであるかもしれないので、そこ気をつけつつ、これはもうこの川のルート入ろうか。生の方はなしにして、加工済みの方をね、売ると。これ人口も増えるようになったので、続々と来てもらいまして、不満はありそうですけど、ここがやってて不満ならそれは大変ですね。で、収穫時期終わりました。10月ですね。もうちょい入れたいな。なんか他に、まあ、一旦木こりさらに減らすか。あ、で、増えましたね。一旦4世帯にして、で、川なめしができたので、お、ただ増えてますね。こっちは潰しましょう。で、ここのレベル上げるためには、あと、まあ、1世帯分かな。入るの待ってまして、ちょっと人口増加してもらいまして、ちょっと家でも作りますか。もう拡張系でいいですね。で、2世帯は余っててもしょうがないので、狩り行きます。満タンなんでね。
よし、この内政で男爵をね、圧倒しよう。で、まだいけると思うんですよ。10月ですし。横に大麦追加して、手前に甘でいいかな。で、コツコツ打っていくって、ここも税をね、取れるように。で、ここ第二大麦、非常に高い。ちょっと分けながらね、やっていくとして、あれも割ればもう一個追加かな。まあ、人手はちょっとね、渋いですね。全体的に入ってるんで、OK と。で、ここでは野菜をね、来年から、やってもらって、食の多様性を増やすと。さあ、人口めっちゃ増えてます。よし、来た来た。軌道に乗りましたね。で、あとは王室税ですよ。国庫をね、貯めといて。まあ、人口で考えたらどんなもんかわかんないので、多分スタート今だと、まだ200いかないくらいじゃないかな。だからこの地域レベル上げたり人口を増やすと増えてしまうので、そうならないようにね、進めていって。こっち。倉庫が足りないようです。まだでも家作ってるし、残念と。お、さあ2つ目入って11月かな、もうじき。でもできますね、この感じだと。次、海女ですね。手前に海女作って。で、春になったらこっちちょっとやろうかなと。今回3つ目の町、戦いが起きるかもしれないですけど、ちょっとまあいけるかなと。あ、いいね、こっちも順調に増えてます。よしよしよし。あとここから入り出したらいけますよと。で、回収ができてないですね。倉庫増やしますよ。人手が足りない。で、そろそろ森林館もないともうね、剥げてってるんで、復活もさせて、さあ、甘も来ました。大麦2つと甘1つ。で、大麦をですね、こっちから売ることによって、こっちにお金まず入れて、で、もう片方の町に持ってってエールにして、エールを売ってあっちで儲かると。で、大麦はこっちから外に売ろうが中に売ろうが同じ金額なので、二重のね、取引をすることで、儲けようと。最高のプロジェクトですね。でもカーノルト入ったんで、まあこの拠点もじきに儲かるはずです。で、11月も無理かな。この3つでいいでしょう。だ、人手余るのでちょっと使い道を考えて、まあ川なめしか入れないといけないですね。あとはまあそんなにかな。板材もちょっと欲しいですね。前提で使っといて。さあ、間に合いましたね。今回の畑です。やっぱ二つ目の町といえば畑。まあ拡大はまあしないですけど、まあ大麦が取れるように。そこだけかな。終わったみたいですね。完全に終わってないんで、これ多分残り世帯か数人が残ってるはずで、減らしづらいですね。この微妙な感じね。最後のため一手間があると思います。お、300、いいね。よし、来たね。で、まあ、一世帯だけ残して。まだ木はいいか。まあ、少なくとも、川なめしは入れないと。
試してもらわないと困りますからね。で、再現と拡張で。よし、OK かな。で、こちらでもバンバン人増えてもらって、20世帯くらいまでまで行ってほしいですね。そしたら人口、もっと増えますから。で、ちょっと鉄とかこっち取っちゃうか。鉄を取って売る。この、こっちに売るわけです。そうすることで、儲けようじゃないかと。今何も作ってないかな。そうね。でも拡張工事をしよう。そこでしばらく家作んなくてよくなるんで。お、でも新しく来ましたね。そう、石取りますか。ここをちょっとね、消滅させたいね。で、新しい拠点は、3月に着工かな。4月かな。寒さがね、ないタイミングでやんないと。で、こちらレベルにようやくできるかなと。マイナスがあるはずなので、まあ、人を増えてからの方がね、そのマイナスによって人が増えづらくなると思うんで、税なしのマイナス受けるか、ちょっと微妙なラインなんでね、そこはしっかりとやって、で、板材を、なんか作って、家か。でも専用に入れてもいいですね、牛1頭。続々と進んでまして、狩り入れれそうかな。8まで行っちゃえ。で、明らかにもう木がね、こっち側まで迫ってるんで、森林間のブロックをここに入れましょう。まあ、ここの間だったら家作れないし。さあ、こっち安定してます。増えてます。どんどん増えますね。家の空きはそんなに多くはないですと。これは狭いのか。で、ここの森林間はかなりね、周辺使ってるんで、この辺かな？ちょっと。より木がある方にもうやってほしいなと。で、採掘場できました。これはね、売ろうかなと思うんで、ちょっとやります。設定きました。鉄を、輸出ゼロ、ローカルで、これでですね、こちらの拠点で鉄を買います。で、加工して、武器にしてもらいます。こっちで、舞台やるので、あちらからね、買いまくります。もうここにはないので。で、この輸入を、ローカル3で済むので、で、後々加工したもの売れますから。まあ、まだありますけどね。これはもう一つの拠点に入るのことによって、まだ30でいいかな。ちょっと。こっちで加工して使う。あっち側にお金が入る。あっち側で税を取る。であれば、まあ、どっちにせよ OK なんでね。で、将来的に武器にして売れば、勝ちなので、儲かる儲かるから。まあ、こっちの方が儲け少なくなりますけど。ここで使わない以上ね、やっちゃっていいのかなと。まだいいかなとはいえ、すぐ売れないですね。まあ、ちょっと仕事が別にないですけど。で、人口爆発的な増加をしているので、ちょっと木こりだけ戻しまして。粘土はまあ、いいか。別に。当面あるので。こちらからやる必要はあんまないですね。で、木がもう、ね、現状切られてますから。だから家ちょっと北の方に作ろうか。こっち側はちょっと木の復活ポイントとしまして。よし、こんなもんかな。木の板。まあ、作り始めてますね。さあ、ベースができましたね。全部できてますと。
いいね、いいね。かなり現状でも成長してます。で、5% の税にして人口増やしてますけど、58入ってくるんで、傭兵1部隊くらいなら維持できそうな感じで、しかもこの税だと地域資産溜まってくんで、大丈夫と。なんならね、増えすぎて困るかもしれません。ちょっと余らせながら、まあ今拡張したので薬草取れますから入れっぱなしにしとこうかな。これ大麦、こっちは売るだけなのでちょっと収入源として。で、今人手は余ってますし、ちょっと羊ですね、アマをここでやろうとするんであれば一緒にあった方がいいので、羊牧場を置いて、こんなにいらんかな、30ぐらいでいいですね。まあだいぶ大きくなりましたけど、これ羊もゲットしまして、とでも、もう地域資産504あります。 10% で取れば50入ってくると。安定まだしてないと思うんでね、石もいらないかな。で、木の板もだいぶ増えましたと。止めて、で、ここも木がだいぶあるように、さっきの拠点と同じようにちょっと透明の場所で木を取っておいて、もう牛もね増えてくると思うんで、ちょっと余剰のねとこを作って、おっ、待って待って、来ました。 OKOK、 じゃあこの戦いを今回の締めとしましょうか。ゴールドホフ、ここですね。開拓しようと思っている場所。ちょっと今回最初にやんなかったのは、戦いがね、さすがにあるんじゃないかなというところで。外の身を君たち。指多めですね、かなりね。あともう1種類ありますから。さあ、まずは到着待ちましょう。でこちらまだ世帯余ってますので、ちょっと木を切っておいて、待ってる間に問題がないようにと。こちらもね、こっち教会上げとくか、人増やそうとね、レベル上げようと思ってるんで、これがあればいいバフになるかな。まあ今人でいないですけど。で、こちらは春になって、まあ戦いでは多分4月くらいに終わるはずなんで、どういったとしてもね、あんまり、まあ最終射入れとくとか、その辺かな。重要なところに入ってますね。木の板ちょっと作らせる。従者、邸宅作ろうか、それこそ。これです。ここに、ドンと。これも作っちゃって。これならまあね、この人でも余っててもしょうがないことはなくなるね。あと、ここも完成してていいんですけど、まあまだですね。で、畑もやると思うんで。よし。さあ、もう一つ来たってもらって、もっと軍勢をしっかりと整えたいですね。特に近接が終わってます。このままだと。弓はだいぶ多いですけど。ね、従者隊はまあね、来ても死んじゃうんで。かわいそうですから。で、国庫的に言うと、一旦増税した方がいいんですけど、まあ大丈夫かな。奴は外側から来るから、この辺で待ってれば、いいと思いますね。さあ、あと一月、なんとか経ってほしいね。あと一つの部隊を入れて、増援とともに戦いたい。なんだ、手紙です。すべての書を取り下げてくれなら見合う代価を払おうと。お、
よし、終わらせよう。じゃあ、平和の宣言。これは？へえ、あーと、じゃあ終わったんですかね。考え直してもいいかなと。終わったと思います。でもいるはいるんで、ちょっと頑固なやつらをクビにして、二部隊だけちょっと見張りに置いときますか。でも向かってはきますね。今のでできてるはずです。多分終わったと思います。戦いは思うんですけど、どうでしょうね。お金も増えてますよね。うん、でここ地域さん増えてますし、 OKOK。 屋根差しすげえあるけど、まあ、攻撃はしてるみたいですね。川もだいぶあるので、ちょっと大仏でまあ10、ん、そうか、多めだよね。うん、そうだね。靴作りたいね。まあここ全部全然動いてないですし、こっちこそ人持っておいてほしいかな。で優勢ですけど、まあ、戦い起こらない。まあ、ここ完全見張りですね。安いですし、まあ、いいかなと。から払ってもらった分もありますし、まあ、税も取れるからね。1500あれば全然持ちますから。あれくらいであいつらは戦わないんだね。で、どういうことなんだろう。あっちから宣戦布告してきて、あっちからやめてくれと。こっち被害者すぎるでしょ。こっち何も言ってないもんね、その間に。困惑です。男爵の進行と同時に土下座しましたね。新しい技ですか？男爵の必殺技かもしれませんね。秒で土下座。え、こうなってもこっち側もう勝ち確ですね。相手土下座しかいないんで。何もクズ、あれ一本もないんですけど。あ、そっか、加工してんのか、そういえば。困りましたね。102。よし、当面大丈夫。あとはこの日数待ってばいい、待てばいいんですよね。そしたら平和が訪れるはずです。で、こっちもちょっと取引が始まるので、馬あった方がいいかな。輸入する可能性もあるもん。輸入するときに使うのか。まあ、前はそうだったので、ローカルで輸入しに行くときにあっち側の拠点に向かってたんで。よし、OK。あ、で、3月も寒さはないですかね、ちゃんと。さあ、男爵との戦いも終わりましたし、ちょっと、領地発展へと進みます。3つ目の領地ですね。ここは鉄をここに売る。で、従者も当然作る。で、ここ、税がここから増えていきます。5% でも税収が増えていく。恒常的なね、状態に入ってます。ここから大麦を買ってエールを売るとか、すればさらに儲かりますし、ここから鉄を買って武器を売るとか、すれば儲かりますし、まあここ、その原料を売るだけ、こっち大麦売るだけ、まあ馬とか作って、糸とか売ったりして、この中で儲けて、こっちで外に向かっていく。まあ当然こっちでね、ある程度やってもいいですけど、ちょっと、大元として発展していきながら、で、こっち低めの税で人口を増やしつつ、こっち側にはね、高めの税を設定して途中止めてもいいのかなというところで、全体が儲かる。そのシステムをね、作っていきましょう。